おはようございます。2012年6月11日月曜日、6時5分が6分になっちゃいました。おはようございます。月曜日ですね。新たな1週間スタートということで、まあそろそろね、梅雨入りになったんで、まあじとじとじめじめ、という季節になってきましたけれども、まあでもそんなに強烈には暑くないのかなという感じはしてますけども、どうでしょうか。さて、ですね、今日はCネットジャパンから見ていきたいと思います。今日ピックアップするのはこちら、ウェブサービスレビューで、スマホとのデータは受け渡しにも使えるオンラインノート KL1P っていうか KL1P っていうのかな、あ動いちゃった、なんですけれども、これまあ実際のところを見てもらった方がいいのかな。こういうってちょっと全部見えてないですね。こうした方がいいかな。ウェブでまあ画面にこんな本当テキストを書いたりとかですね、あと画像を貼り込んだりとか、そんなことができる、サービスなんですけども、で、それで、URL をその共有することができて、でもって、ここにちょっと、右上の方に出てるかと思うんですけども、その QR コードですね。これが簡単にこう、出せてるというところが、で、これを使うとですね、あ、そうか、これ画像もできるかな。スマホとのやり取りも簡単にできるというこれですね。で、そうするとですね、パソコンでこう見つけたページとか、なんかテキストとかね、あるいは画像とか、そういうものをスマホにもでも見たいとかいう時にメールで送ったりとか、なんかそのするのは結構面倒っちい話ですよね。で、その場にいてやるっていうのとまだしも、後で見たいとか、あるいは複数の人に教えたいとかっていう時って結構面倒くさかったりするんですけども、そうするとこういうページを作ってですね、でもってこの URL、QR コードですね。この QR コードを読んでもらえれば、そしたら、そこに書いたテキストの内容とかが共有できると。で、他の人もですね、これどうも編集できるらしいんですよ。この辺がですね、なんか面白いなと思って。まあ、ちなみに、今、ここのページのですね、URL を送りますけれども、ちょっとソーシャルストリームに入れときますね。よいしょ。まあ、後で出てくると思うんですけども。で、そういう URL にアクセスして、ここがまたね、お互いに共有できて、書き込める。で、こういうものは、で、これがですね、面白いことに、ユーザー登録も何もいらないんですよ。いきなり使える。ということはですね、ここの、kl1p.com というのを覚えておくと、例えば他のところでパソコンを使っていて、後から自分のところにその情報を見たいだとか、その URL もう一度見たいとかですね。で、別のパソコンで、こう、後から見たい、あるいは他の人に送りたいとか、結構ね、その辺が便利なのかなと。で、URL も、今はこれランダムで作ってるんですけども、そうじゃなくて自分でなんか任意の URL ですね。任意というか、まあ、kl1p.com っていうのは一緒なんですけど、その後ろの文字列ですね。で、そういうのは、任意につけることができるんで、そうするとですね、本当なんか覚えやすいテキストとかにしとけば、いろんなところで、パソコンの中で共有
複数のパソコンで情報を共有したり、でここに画像、これ自体も画像もこの中で、共有できるようになってて、まあ、さっきこれアップした画像ですけども、ちょっとでかすぎるから、あれなんですが、よいしょ。まあ、こういう画像もですね、共有できるようになっていて、で、これも、この QR コード、ちょっと今かけてますけども、そういうのが出るので、これはなかなかね、使い方次第でいろんなことに応用できるんじゃないかなというふうに思います。なんか、そのログインしなくていいっていうのは非常に面白いなと思っていて、で、また表示だけして、ロックしとくこともできるんで、他の人が編集できないようにね、そんなようなこともできるようになってます。なかなかよくできてあるなという感じですね。で、これが、見て、画面見てわかるように、広告も何もこれ入ってないんですよね。これまたびっくりなんですけども。ここどうやって今後これビジネスとして成り立たせんのかなとか思ったり、ちょっと逆に違う意味で心配。あ、なんか書き込んでるし、他の人。まあそういうことがこうできるっていうのはなかなかね、もし、いえ、山芋のすりおろし画像じゃないです。これはね、こうやって、いろいろやり取りできるっていうのは面白いですよね。これ今後なんかちょっとこういろんな意味で、ブームになるかなっていう気が少しするソフトですね。ソフトというかサービスですね。ということで今朝はですね、そんなちょっと面白い、サービス、これログインしなくていいっていうのがすごくね、面白い使い方ができるんじゃないかなという気がします。ということで、今日はそんなサービスを紹介しました。月曜日1週間のスタートということで、今日からですね、また1週間頑張っていきましょう。じゃあ、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。